はい、おはようございます。今度タビにも素材がありまして、これは綿のタビって、まあ、ごめんなさいちょっと汚いですけれども、綿のタビ、これはストレッチ製のタビなのですごく曲がるのにも楽です。でクッションも入ってるので、綿の旅だとどうしても裏が硬いのでキザするときにやりにくかったりとかあるので、練習では綿の旅でもいいですけれども、本番はこういうストレッチ製のちょっと底が分厚い旅の方が私は楽です。歩くときも滑るっていうか、まあすり足ができるのですごくかっこよく、シワも寄らないのでかっこよくできるので、私はこのストレッチ製の面ではない足袋を使用しています。これもそうですけれども、そうするとシワとかがあんまり寄らなくって楽なだなっていう感じで私は使用してます。目の方がいいっていう方もいらっしゃるんですけれども、まああの私の工夫としてはこちらの方がいいんじゃないかなと思います。